はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。はい、今回、2016年版の方を、どうもお時間です。2014年の、祭では、2014年じゃない、16年の、話ですね、失礼します。DVD 2つに分かれてますって、アクショーと、忍者の話と、ゴーストキャスト上。で、ミュージックライブが第2巻でございます。っていう感じです。見たときに、マジで、多かったです。ギャーし。そういう感じです。プリンスさん見た感じかなと思います。今の戦隊ヒーローとは違う方式で撮ってたので、びっくりしたっていうのが。な、普通にした時にやりますが。17だな。とにかく、16年版は、ざっくり、してる感じだったと思いました。ほんとすいません。一応ここでも、お知らせかけておきますが、ツイッターでも、お知らせしたんですが、スーパー戦隊仮面ライダーの、仮面ライダー10スーパー戦隊街づくろの方の話なんですが、あれするんですね。あるシリーズの、今、建物を制作しますので、それでおじい時間、時間かかりますので、11月末にその第、プロローグの後の1回目の方の撮影をします。ということ、撮影をしておきたいと思います。